大変だ十郎。網口君がいないんでしょ。校庭の休憩所にいると思うよ。さすが話が早いぜ。そんじゃ準備していくぞ。おっと、そういや帰りにクレープ食べて帰らない？行きたいんだけど。まあ待ってよ、またちょっと野暮用があってさ。読んだら貸すから。残念。なんか用？いや、そういうわけでは。網口くんの家、本当に行くの？そうだ、こんなことしてる場合じゃねえ。校庭の休憩所だ。ゆっくりしてると網口に逃げられる。うさみちゃん、最近おかしいよ。大丈夫？なんだか時々辛そう。美和子はいつものまんまだ。何よ、心配してるのに。いおりちゃん。おっと、一緒に帰ろっか。ごめん、用事が。いおりちゃんもか。美和ちゃんごめんね。しょうがない、一人で帰るよ。網口くん、影から一目覗いてくか。乙女というかちょっと怖いよ。網口くんなら外の自販機のとこにいたよ。校庭の休憩所？そうそう。あ、そろそろ行かないと。私も行こうかな。美和ちゃんまたね。またね。うん。さてと、帰ろうかな。何？じっと見て。ここではちょっと廊下で。冬坂に避けられてんじゃん。スカートでもめくったのか？そんなことしないよ。どうだか。でも何なんだろう。プリント、森村先生また忘れてる。クラベ君こっち。困ったな、芝君にまた何か言われるぞ。ごめん芝君、プリントを持っていかないと。なんだよ、早く言えよ。しょうがねえな、正門前で待ってろ。俺は網口を探しとく。どうしたの冬坂さん？あのね、君が前に話してくれた夢の話、あれはやっぱり本当の出来事だった。何それ、何の話だっけ？まさか覚えてないの？先週も話してくれたじゃない。ほら、銃撃戦の夢の話とか。銃撃戦？確か鳩場に逃げ込んで、クラベ君は撃たれて捕まったけど、私一人逃げ延びたって。それって殺人マシーンを発明前に阻止するために工場を爆破したって話だっけ？思い出したのね。冬坂さんもなかなか映画通だね。 SF アクション映画のデスドロイド2でしょ。そういうシーンがあった。覚えてないみたいね。知ってるさ、あの映画は名作だ。クラベ君は映画だと思い込んでるけど、それも本当にあった出来事で、夢じゃない。怖
これも映画じゃないのかな。ダイモスが本当に現れたら僕はきっと喜ぶね。よかったわね、もうすぐ街にたくさん現れる。ダイモスはあいつらの総称よ。ビルより大きいのから大型自動車サイズまでいろいろいる。そりゃ確かにシリーズにはいろんな怪獣がいるけどさ。そこまで映画好きならこのドラマも気に入ると思うよ。どんなお話？オムニバスで毎回違うんだけど、これは宇宙人が地球に逃げてくる話。橋の上に転送される最初のシーンが有名なんだ。見たことない？転送されたのは2089年のスミレ橋の上よ。言われてみればあのシーンの橋スミレ橋にそっくりだな。私だけだった。クラベ君は転送されなかった？いや、それはおかしいよ。僕はいたよ。転送されたのは君と僕の二人だ。あれ？UFO ウォーも実際にあったこと？円盤なら私たちの足の下。まさか映画みたいに円盤に乗って戦うとか言い出すの？戦うのは騎兵よ。騎兵？大きなロボット、怪獣と戦うために作られたロボット、うん、面白いな。冬坂さんは本当に覚えてないの？クラベ君が話してくれたのよ。理科室の掃除の時に未来の銃撃戦を夢に見たって。理科室の掃除。そういえば鍵は確かに渡したよ。なくさないでくれたまえ。女子に人気の2年ゴーとレンヤか。気取ってやがんな。掃除が済んだら準備室に鍵をかけて必ず森村先生まで届けるように頼んだよ。はい。お先に失礼する。わざわざすみません。さ、あと少しよ。さっさとやっちゃいましょう。私はそこの器具洗うからビーカーを棚に戻してちょうだい。腹が減ってるってのに掃除当番なんてひでえよな。芝君、文句言ってないで手を動かそうよ。なーに？ボソボソ言わないではっきり言いなさい。土曜日の掃除当番なんてついてないなって。順番なんだから文句言わないの。ゴート先輩は大人びていてとても同じ高校生とは思えない。ゴート先輩かっこいいし頼りになるよね。熱烈なファンがいるのもうなずけるな。ビーカー片付けてくれた？今からやるよ。これどこへ片付けるの？ビーカーは後ろの大きな戸棚よ。掃除なんてかったりぜ。ここに片付けるのか。これもだな。ビーカーは全部片付いたな。ビー
カーは片付いたわね。あとは掃き掃除ね。何？さっきからじっと見て何？顔に何かついてる？あ、ごめん。昨日見た夢に出てきた人、やっぱり冬坂さんだと思って。私の夢？黒いつなぎ姿のすごく強くて魅力的な女性だったな。それって例の夢の話だよね。どんな夢だったの？話すのはちょっと恥ずかしいな。僕とその女性が過去に戻って滅亡の未来を回避するために、その原因となる施設を爆破したんだ。でもそのせいで犯人として警察に追われて、銃撃戦で二人は離れ離れに。私犯罪者なの？正義のためさ。でも面白い。どうなったか気になるわね。もっと詳しく話そうか。撃たれたの見せて。大したことはない。私もしくじったわ。研究員を一人仕留め損なった。施設は全部潰せた。上出来だよ。宇宙計画は白紙に戻るはずだ。これで未来は変わったかな。同じ結果なら、俺たちが殺した善良な市民は死に損になるだけだ。巡視艇だ。先回りされていたのか。援護する。君は先に行け。作戦と違うわ。俺は走れそうもない。あなたを置いていけっていうの？今日を生きるのが先決だろう。